皆さんお疲れ様です。あやのずラーニングハブのあやのです。今私がお疲れ様ですと言ったことに気づきましたか？このお疲れ様ですというフレーズを日本人はほとんど毎日言っているんじゃないかというくらいたくさん言っています。皆さんも聞いたことがあると思いますが、じゃあこのお疲れ様ですという言葉の意味、そして、どんな時に使っているのかということを知っていますか？ということで、今回は日本人がよく言うお疲れ様について詳しく解説していきたいと思います。大きく分けて4つお話しします。まず最初に、お疲れ様ですという言葉の意味について。2つ目に、お疲れ様ですをよく言うシチュエーションについて。3つ目は、お疲れ様ですを言わない方がいい場合について。そして最後に、日本人がいつもお疲れ様ですと言っている理由について。この4つです。これできっと皆さんもお疲れ様ですをネイティブスピーカーのように話せるようになると思います。ぜひ最後まで聞いてくださいね。あやのずラーニングハブ。まず最初に、お疲れ様ですという言葉の意味についてお話ししましょう。お疲れ様ですには2つの意味があります。お疲れ様の漢字をよく見てみると、疲れという言葉が入っていますね。疲れという言葉の前と後ろには何がついてますか？それは、おと様ですね。おというのは接頭辞と呼ばれるもので、言葉を丁寧にしてくれる働きがあります。様というのも敬語の一つですね。皆さんも誰々様というふうに名前の後に様がついているのを聞いたことがあるんじゃないでしょうか。こういうふうにお疲れ様ということで疲れという言葉を丁寧にしています。このように丁寧な言葉に変えることで何かを頑張っている人へのリスペクトの気持ちを表すことができます。もう一つのお疲れ様ですの意味は挨拶の意味があります。こんにちはという代わりにお疲れ様ですというふうに挨拶をします。ではどういう時に日本人はお疲れ様ですというのでしょうか。具体例を見ていきましょう。まずは何かが終わった後の人に対して言うお疲れ様ですの具体例を考えてみましょう。サッカーの試合を思い浮かべてみてください。サッカーの試合は90分間ありますね。90分間走っているとかなり試合の後は疲れていると思います。そんな時に選手たちにお疲れ様、お疲れ様でしたと言ってあげたいですね。体は疲れているかもしれませんが、試合が終わった後、お疲れ様と言ってもらえるだけで、頑張りが認められているようで、きっと心の疲れは取れるんじゃないかなと思います。勉強の後やテストが終わった後に言うことも多いですよね。例えば、先生がテストが終わった時に言う言葉に、はい、これで終了です。お疲れ様でした。というふうに言うことが多いと思います。仕事の場面でもお疲れ様ですということはたくさんあります。例えば、一日の仕事が終わって職場を出るときに、お疲れ様でした。お先に失礼します。こんな感じで職場を離れることが多いです。あとは週末の飲み会の時の乾杯でお疲れ様ですということも多いです。これもね、想像してみてください。長い仕事が終わってみんな疲れています。なので、ちょっとリフレッシュしたいなという気分になります。そこで職場の人たちと一緒に飲みに行くことが多いです。その飲みに行った時の乾杯の時に、乾杯ということもありますが、お疲れ様でしたと言って乾杯することも多いです。このように、一週間頑張ったねって仕事の疲れをお互いにねぎらいます。ねぎらうという言葉の意味は、頑張ったことに対してありがとうという感謝の気持ちを伝えたり、疲れを癒したりするための行動のことです。今紹介した具体的な例は、何かが終わった後に言うお疲れ様でしたの具体例でした。次は、お疲れ様ですを挨拶として使う時の具体例です。これは友達とメールをするときとかにもよく使います。例えば、お疲れ、今何してる？こういうふうに会話をスタートさせることがとても多いです。この挨拶としてのお疲れ、お疲れ様には特に深い意味はありません。ほとんど、こんにちは、元気と同じ意味で使われます。あとは友達と学校ですれ違うときや、会社で後輩、同僚、上司とすれ違うときに、お疲れ様です。お疲れ。こういうふうに軽く挨拶をして通り過ぎることも多いです。お疲れ様ですは、いろんなシチュエーションで使えるとても便利な言葉です。使っていい相手もたくさんいて、友達や家族はもちろん、職場の後輩、同僚、先輩、そして上司にも使うことができます。友達や同僚などカジュアルな場面ではお疲れ様の代わりにお疲れとかおつーということもあります。職場の先輩や上司に対してはお疲れ様ですということができます。でもお疲れ様ですを言わない方がいい相手もいます。それは社外の人または仕事の取引先の人です。今言った方たちにはお疲れ様ですの代わりにお世話になっておりますと言います。ちなみに、お疲れ様ですと似た言葉で、ご苦労様ですという言葉があります。この二つの言葉はとても似ているんですが、これも使える相手やシチュエーションが違っています。ご苦労様ですという言葉にも、お疲れ様ですと同じように相手のことをねぎらう意味があるんですが、ご苦労様ですは、目上の人が目下の人に対して言う言葉です。例えば、部長お疲れ様です。こちら完了いたしました。はい、ご苦労様。こんな感じです。今、部下は部長に対してお疲れ様です。と言いました。そして、部長は部下に対してご苦労様というふうに言いましたね。このように、お疲れ様ですとご苦労様ですは、お互い似ている言葉ですが、お疲れ様ですは、上司や先輩に対して言うことができます。一方で、ご苦労様ですは、上司や先輩に言うと失礼に聞こえてしまうので注意してください。では、なぜ日本人はいつもお疲れ様ですと言っているんでしょうか？これは日本特有の和の文化があるからじゃないかなと思います。要は、相手のことを思いやる気持ちを大事にするという文化です。それぞれの人が一日をどのように過ごしているかはわかりませんよね。もしかしたら大変で疲れた一日になったかもしれないですし、楽しい一日を過ごしているかもしれません。それはわからないですが、今日も一日お疲れ様でしたと相手のことを気遣うだけで、関係性が良くなりますし、コミュニケーションがスムーズになります。自分のことだけじゃなくて、相手のことも考える日本のいい文化だなと思います。お疲れ様ですという言葉、いい言葉だと思いませんか？日本では毎日のように聞く言葉ですが、実はこのお疲れ様ですという一言の中に、日本の素晴らしい文化がたくさん詰まっているんですよ。ぜひ皆さんも使ってみてくださいね。他の動画では私のデイリールーティンや日本人が驚く海外での当たり前トップ10などについてもお話ししていますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それでは今日もお疲れ様でした。最後まで聞いてくださってありがとうございました。またねー。